嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> えー、非常に会社で悩んでおります。42歳自動車メーカーの子会社の経理で働いています。正会計など倫理観がない行為で多く悩んでおります。上司に会計処理がおかしいことを告げましたが、一向に直さず指摘されしたことにより、逆に会社の中で立場が危うくなっております。評価を本当に下げられたりするなどの行為されております。金融庁の国税庁に告白すべきなのか悩んでおります。何か良い方があるのでしょうか。あり住宅ローンあり えっと、あの、告発したとしても、大きなメーカーって結構潰しに来ることがあると思うので、一回ちょっと弁護士さんに相談した方がいいと思いますよ。その、潰されないだけの証拠っていうのがないと、例えば揉み消されて証拠ないじゃんっていうので、あの、この人おかしなこと言っただけなんですよ。クビっていう場合もあるので、その証拠が絶対であるっていうのと、要はその不当な行為であってクビにならないっていう状況なのかどうかっていうのを、その、 法律の専門家に一回確認してもらった方がいいと思いますであのお金が儲かることはそんなにないんですよなのでもう正義感としてやるかどうかですねで多分もう同じ会社で同じように働き続けるのはかなり難しいと思うのでなのでその正義のためにどれくらい自分を犠牲にするのかで考えるといいんじゃないかなと思います保険金の不正な水増し請求で連日驚きの実態が明らかになる中古車販売大手のビッグモーター 関係者への取材で、不正が長年にわたり続けられ、 状態化していたことが分かりました。えー、コンビニ店長月給50万円を女、オーナーが複数店舗やっていて他の店舗で不正をしています。本部にがバレると5000万円の違約金付き契約解除になるようです。オーナーを解除にして今、私が今の店のオーナーになりたいと考えてるんですが、内部告発をすると私も同じグループの人間なので働けなくなるみたいです。何か他の方法ないでしょうか他の店舗オーナーではなく今の店のオーナーになりたいです。店は儲かってますし、辞めたい時は1年前に言えば違約金出して辞められる契約です。 えっと、まず、あの、ご自身で、あの、内部通報するのではなく、匿名で通報してください。 で、匿名で通報して本部にバレて、5000万円の予約金とかになると、多分もうどっかの店舗を売らなきゃいけないよねっていう形になると思うので、そこで今のオーナーに、じゃあこの店舗を私に譲ってください。で、あの、5年後までに1000万円返しますって言って、その1000万円で買うっていう契約をして、で、5年間、あの、ま、年間200万円ずつ返すみたいな感じで。なので、まずあの、オーナーがその借金を追って今の店舗を手放さなければいけないっていう。 状況を作るため匿名で通報するといいんじゃないかなと思います東京入管女性収容者が入管職員から暴力を受けたり肌を露出させられたりそうした様子をビデオに撮られた服がめくられ裸の胸を露出させられた人もいた告発に対して調査すらしてないと東京入管当事者には聴取していない えー、先ほどのコンビニ店長ですが、匿名でオーナーの不正を通報しても、私もそのオーナーのグループの人間なので、連帯責任で本部からオーナーやらせてもらえない可能性があるみたいです。でも私は全くそうやっていません。どういう方法がありますでしょうかえっと、あの、チェーン変えたら、要はその、ローソンとかで、まあ、やっていて、で、そのなんか、あの不正で潰れましたってなったら、その店舗買い取りますっていうので、ただそれでじゃあローソン続けられないのであれば、もう契約切っちゃって、ファミリーマートとしてやるとかっていうので、あの、要はその、 まあ、あくまでその状況を説明して、その、あの、フランチャイザーの上の方がダメだっていうんだったら、もう、あの、契約切り替えちゃった方がいいんじゃないかなと思います。えー、西宮冷蔵という食品偽装を内部告発した会社が、その後、壮絶な末路を迎えているのを最近知りました。日本のこういう体質ってどうすれば改善できますかできません。関西はね、あの、関西コンクリートとかいろいろあるので、あの、結局、その、法律よりも村のルールを守るっていうのが日本なので、まあ、その、安倍首相のなんかあの、 えっと、ANA ホテルの領収書がなぜか出てきてないけど、許されてしまう問題だったりとか、その、ま、あの、東北新社がその、なんか、総務省の人たちにいっぱいお金を払ってたけど、なぜかあの、免許はそのまま更新されるみたいな問題があったりとか、結局あの、法律よりも村のルールっていうのはあまり変わってないので、日本はそういうことなんだろうなぁと思ったりします。 最近のコロナ禍の持続化給付金事業もお金がどこにどう払われたのかわからないままです。政府の不正を調べていたら文字通り、暗殺されたいし、後期議員、えー。組織や会社で明らかな不正を見つけてしまった時、広い家内さんならバレないように告発する方法を考えますかそれとも程度によっては黙認しますかえっともあの、自分にとって何のメリットがあるからですよねその不正を告発して正義を遂行することによって誰が幸せになるのかっていう。で、その 正義を貫くよりも、じゃあそれをネタに揺すって出世してお金をもらった方が幸せになる場合もあるので、なので、あの、その材料を使って自分が何を得たいのかっていうところで考えるんじゃないかなと思います。えー、農業してますが職場で産地偽装しています。告発したいですが、社員5人の小さな会社です。えー、告発するメリットありますでしょうか えっと、本人としてのメリットはほぼないと思いますけど、社会のためにはいいことなので、告発はした方がいいと思います。多分、まあでもバレて、あの、揉める可能性ありますけど、社会のためにはそういうことをやる人はちゃんといた方がいいんじゃないかなと思います。 今の政治家やトップの人たちに対して不満を持っている人がほとんどだと思いますが、もし自分たちが彼らと同じ立場だったらほとんどの人が欲や周りの人を流されて、今不満を抱えている人たちと同じようになると思うんですが、どう思いますか僕もそう思います。ナチス、ナチスドイツ軍のような残酷な集団的行為なども自分を含めてほとんどの人が同じ状況にいたら洗脳されて流されてしまうのかなぁと思っています。 僕も多分そうだと思います。あの、えっ、ー、と、アンナ・ハーレントさんっていうのが書いたあの、凡庸なる悪っていう話もありますけど、その、あの、ナチスでそのアウシュビッツ刑務所を作って、んであの、バシバシ人殺すぜっていう命令をした人たちっていうのも、その、そもそものもうユダヤ人ガンガン捕まえてくるっていうのを勝手にやっちゃってて、で、こいつら刑務所にいるやって言われても、いやいや、こんなに刑務所入んないよ、と。で、そしたらもう、どうしよう、と。もう、刑務所に入れるためにユダヤ人いっぱい来ると。 で、でも刑務所はいらないと。で、これ以上入れたら刑務所がパンクしたり暴動を起こしたり大変なことになると。よし、殺そう。っていうので、あの、ま、あ最初のうちは銃で殺して埋めたりしてたんですけど、銃で殺すと結構すぐ死んでくんないんですよ。要は、あの、弾に3発当たっても人によっては半日とか1日とかですし、あの、当たり所によっては全然死なないとかもあるので、こう、あの、安心して殺せないんですよね。 なので、その、で、その生きてたりするとまた襲われるかもしれないので、なので、安心して殺せるように、ガス室に入れようって言って、その、ま、銃だと高いしね。なので、そのガス室に入れて、殺して、で、それを埋めてっていうのを定期的にやるっていうのを、その、命令の通りにやったんですよ。要は、その、ユダヤ人をなんとかしろって言われて、ユダヤ人いっぱい来るし、もう別にあの、刑務所の面積も限られてるから、じゃあ殺すしかないと。で、あ、ガス室便利じゃんっていうので、淡々と作業してたんですよ。 という正当性を与えられると、人を殺すことが正しいと思い込むし、虐待することが正しいと思い込むという習性を持っているというのは、ナチスやミルグラム実験で立証されてます。これが炎上するの、人間はどういう生き物か、ということがわからない無能が多いからだと思います。で、その彼らは悪いことをしたという認識がないんですよね。要はその命令に従って、 で、処理をしただけで、自分たちが人を殺してるっていう認識も薄かったっぽいんですよね。要はその戦争してる時って、もアメリカと日本が戦争してる時もその鬼畜米英とか言ってアメリカ人を殺すのが正義だったじゃないですか。なので、そのアメリカ人を殺すことは正しいことで。 その日本人を守ることにつながるんだっていうのがあったので、ユダヤ人を殺すということは正しいことだよっていうのは、まあその当時の日本人もそのアメリカ人を殺すときやってたので、なので別にその悪いことをしてるという意識もないものは淡々とその殺人という作業をやっていたっていうのがあるので、なので人類大体そんなもんなんじゃねえかなと思うんですけどね。 ただ一応そのドイツの場合は同じようなこう過ちを繰り返さないために要はみんながこれ正しいよねってやってる時にもみんなが言ってたとしてもいやそれ絶対間違ってるよって思った時は折れずに一人でも絶対反対し続けろっていう教育をするようになったんですよね。 その、まあ、あの、ユダヤ人殺した方がいいよねって、その多数の人が言ってる時も、いやいや、それは良くないよっていう人はちょこちょこはいたんですけど、でも、ま、みんなが言ってるし、俺ユダヤ人じゃねえしっていうので、折れちゃうっていうので、ま、結局全体として合動きになってしまったので、なので、その、自分たち、ま、その、大勢がこうだよねって言ってる時も、いやいや、違うっしょって思ったら、最後まで言うべきっていうのが、ま、ドイツも言ってる。ちゃんとフランスもその、あの、パルチザン運動って言って、そのナチスと一緒に戦ったりとか、ま、その後前からの貴族に対して戦ったりとか、あの、 ススタンス的なやつとか、まあ、あのテロ的なやつとかもゲリラ的なやつとかも結構やってるので,なんでその反発することっていうのは結構重要だよねっていう価値観があるんですけど、まあ、日本はあんまりないのでなのであの日本が戦争になったとしたらまた同じようにこういろんな人をいっぱい殺すんじゃないかなと。いいいまますごご視聴ありがとうござししたチャンネル登録お願いします